うちの帝王フリーザですよ。キエーイ。そしてジャジャン菊池ですよ。そしてリコちゃんですよ。はい、今回はですタマキンですこれはタマキンですこれはって言われたらもう違う返し来たからびっくりした。いや、こうドラゴンボールですよって言う、おかしいな、そっちの方が良かったっす。ドラゴンボールですよ。ドラゴンボール2つあります。これあと1つ足りませんよ。なるでしょ。今回はですね、はい、このドッカンバトル、3周年記念チケットガシャ、こちらをですね、今シングルがこれ4枚たまっていますので、2枚ずつよし引いてもらいまして、私このタピオンが欲しいですね。タピオン、このタピオン、このタピオン、タピオンじゃない、タピオン、このタピオン、タピオンが、はい、この単体のタピオンが欲しいので、こちらをですね、他力本願お二人さんに2枚ずつ引いていただきたいなと思います。あれっすね、このバナーかっこいいくないですか。このバナーかっこいいっすね、このタトルが。あ、そうですね、なんか髪の毛が真っ赤な人と17号が並んでるじゃないですか。はいはい、どっか見たことありますね。真っ赤、真っ赤な人、髪の毛が真っ赤な人と17号、はい、17号、はい、よいしょよいしょ。ああ、アイデンティティ、いや無理がありますよちょっとそれも早く気づいてもらって、いや無理が言ってる、モヒカンだし。あ、そっか、こっちのタピオンさんは、ね、モヒカンだし、野沢雅子だったらまだああってあわかりますけど、はい、そうですね、ね、よいしょのアイデンティティだってなりますけどじゃあ行きますか。はい、ぜひですね、はい、聞いてください、シングルを。はい、はい、あ、じゃあ僕から1枚ずつ引きましょうか。わかりました。そうですね、フリーザさんも引かないですか。私どうしましょう。4枚あるんですよね。4枚です。フリーザ様、ジャジャさん、私、フリーザ様、あ、そうですね、ストーブなんですか。あ、じゃあ、じゃあ私から行きましょう。いきなりタピオ当てて終わるっていうどうでしょうね。ありえるんですよね。確定なんですか。ありえるからね。いや、確定じゃないです。じゃない。はい、さあ行きましょう。2人ですもんね。そうなんですよ。行きますよ。やっべー、あー、虹じゃない。あー、デスボール、さあ来い。もう一回、もう一回、もう一回、スリー、スリー、なりませんね。さあ来い。お、これは17号でした。ファイターじゃない方ですね。はい、普通の17号の SR でした。はい、じゃあシングルガシャ、ぜひよろしくお願いします。通常のシングルなんですか、これは。そうです。あ、なるほどね。通常の。わかりました。はい、これ SSR 出したいですね。そうですね。さあ来い。さあ、3つ、うん、レパッヒ。いやいや違う、引っ張れです。なんで逆から読むんですか。レパッヒじゃないですよ。引っ張れです、引っ張れです。レ、はい、引っ張れ、はい、いくぞ。レアメリ、お、お、通常ですか。テナハ、え、テナハテナハテナじゃなかった。ハテナじゃないっすよ。ハテナではない。いくぞ。はい、よいしょ。あれ、テナハがあるんですか。はい、こい、スーバルだったね。はい、あ、うん、あ、なるほどね。マセイコちゃん、はい、そうですね。ダメック星に行った時のソンバー、そういうことですね。じゃあ次ね、行きましょう。次はこのヤムチャが、あ、ちょっと似てる。ヤムチャ行きます。ちょっと似てますね。行きますよ。もうアムロ行きますね、聞こえますけどね、もう声優さんが一緒です。さあ行きますよ。1、2、1、2、2個、2個引っ張るよ。さあ、あー、虹じゃない。行くぞ、ローガーって言わないですか。フーフーって言わないですね。言うのかなと思ったんですが、いや、ちょっと話は分かんなかった。はい、あー、おー、来た、おー、よいしょー。うわ、すごい、来ました。素晴らしい、やったー、すげえ。わ、いいですね。来た来た来た来ましたね。来た来た。最後私がっていうのこれ、ね、荷が重いです。いやでも、ね、いや、いい流れよ。行きましょうね。はい、SSR で行きますよ。あ、でも何が欲しかったんですか。あれ、タピオン、タピオン、はい、ね、はい、じゃあ今のはいらないと思う。いやいや、入れます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 。いや、なんで売却するんですか。はい、1個だけでした今。あ、1個だけだ。虹来い。あ、虹来た、来た。これで、あの、普通のまま銀髪にならなきゃ、行きますよ。やったー。さあ来い。さあ
すごいっすね。うわー、なんですか、ミスターサタンでしたね。ミスターサタンでしたね。ただそう、ギコさんが17号引いていただいたんで、持ってました、あれは持ってないです。やった、これ素晴らしい結果でした。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ爆死したダチャンさんを殺してもらおうか。そうですね。そう、じゃあ、じゃあ菊池さんを殺してこの動画を終わりたいと思います。はい、いきます。あー、お前は俺殺されるべきなんだ。キャーッ。いや、ポコチーズね。あ、ドラゴンボールドラゴンボールでした。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。キエーイ。